スターシュートとは、アイルランドで生産されたサラブレッドの競争馬である。後に、アメリカ合衆国で、種ボバとなり、初代アメリカ三冠馬サーバートンなどの父となるなどの成功を収めた。1898年の春に、アイルランドにある、エアーフィールドロッジスタットで生まれたサラブレッドである。優美な縦髪を備えた栗毛の馬体で、後ろ足2本に、 靴下のような大きめの白斑を持っていた。父は、イギリス三冠馬、アイシングラスで、同馬は、その二世代目に当たる馬であった。スターシュートは、生まれて間もなく、ウイルスに侵され、その命が危ぶまれていた。生産者で、同馬の所有者であったユーステイスローダーもこの子馬が、長く持たないと思っていたが、同牧場の馬邸であったダン・マクナリーが手厚い看護を。 施どこし、その後競争馬としてデビューできるまでに回復させた。マクナリーは、スターシュートを毛布で包み、バグ室の焚き火の前で添い寝をしながら、他のバテーラと取り留めのない会話をして、その時間を過ごしていたという。2歳になった、スターシュートは、ジョン・ハギンズ調教師に預けられ、そこで競争馬としての手ほどきを受けた。 競争馬としてのデビュー戦は1900年6月6日、マンチェスター競馬場で行われた、サマーブリーダーズフォールズプレートであった。初の出走にもかかわらず、実績馬であった、プリンセスメルトンという馬から一馬身だけ離された2着に、食い込んでいる。その8日後には、アスコット競馬場に赴き、出走した、ニューステークスでは勝ち馬ベーメルトンに遅れること3着に、 終わった。それから9日後の6月23日、サンダウンパーク競馬場のブリティッシュドミニオン2歳プレートにおいて、スターシュートは初勝利を挙げた。それから1週間後のハーストパークフォールプレートでは134ポンドを積まれながらも勝ちを挙げ、その自走、アークロイヤルでも2着に入った。その後7月後半まで休養を入れ、復帰明けに登録されたのが、 サンダウンパークの大一番、ナショナルブリーダーズプロデュースステークスであった。ジョニー・リーフを安城に迎え、それまでの最高金量となる135ポンドを積んでの出走となったが、最後には、以前に敗れた、ベーメルトンを3着に破って、126ポンドの、軽半デバ、イアンと同着で優勝を手にした。しかしこの優勝を最後に、スターシュートは、勝ちから、 どんどんと遠ざかっていくことになる。翌戦のチャンピオンブリーダーズビニアルフォールステークスでは、ヒンバサジッタに敗れて、初の着外を喫し、シャンペンステークスでは、オーキッドという馬に敗れて3着に終わった。ニューマーケット競馬場で行われた2歳戦の大一番、ミドルパークプレートでは前線したが、勝馬フロリフォームと2着馬オーキッドに、首差で敗れて三着でその年をえた。 翌年には、クラシック戦線への出走が見込まれていたが、冬の頃になって、スターシュートの息遣いがおかしくなり、競争能力への影響が危惧された。このため3歳シーズンの初戦は、夏までずらされ、クラシックは断念せざるを得なかった。しかし、休養明けに出走したトリエニアルステークスでは着外、次のミッドサマーダービーでも着外に沈んだ。スターシュートは、 ミッドサマーダービーで敗れたのを最後に競争生活を引退した。生涯成績は10戦3勝2着1回であった。引退後は牧場に戻り、そこで種ボバとなるはずであった。しかし、スターシュートが呼吸疾患を持っていることは、イギリス中の生産者たちにもすでに広く知られており、かつてのオーモンド同様にその症状が、 産区に遺伝することが危惧され、イギリスでの種ボバとしてのは非常に困難であった。またスターシュートは足の弱さが指摘されており、これもまた敬遠される要因となった。こちらの特徴は呼吸器疾患と違って実際に産区に遺伝している。さらにこの当時、オーストラリアの血統研究家、ブルースローが研究発表したファミリーナンバーの概念が 生産会にも伝えられていた。それによれば、スターシュートの属する9号族は、名手ボバの出ないメス系であり、つまり、スターシュートが、種ボバとして成功しないことが予測されていた。このような要因からイギリスでの種ボバ入りは、困難なものとなり、結果として、スターシュートは、アメリカ合衆国へと輸出されることになった。1901年。 ジョン・ハニングという人物の手によって一度買い取られて、輸出の段取りが組まれ、ケンタッキー州パリのラニーメイドファームへと送られた。1902年により、供用開始され、この初年度産区から早くも成功を収めた。1908年には、アメリカの上位主母が20頭のリストにランクインし、以後1923年までリストから漏れることが、なかった。 そして1911年には初のアメリカリーディングサイアーを獲得。その後1912年、1916年、1917年、1919年にもリーディングを獲得している。リーディングを取れなかった年も2位や3位などの行為を常に保つ堅実な成績を収めた。スターシュートは用意された繁殖品場の質と、 関係なしに有能な競争馬を量産した。三区も、ボバ、バ馬もに活躍し、また短距離や芝など、あらゆる方面で耐性した三区を出したことも、成功の要因であった。二歳戦に強い三区も多く、教養時は常に二歳リーディングサイアーを保ち続けた。ラニーメイドファーム時代に生産された、主な三区に、ケンタッキー・オークス・カチューマのウィング・ティングなどがいる。 スターシュートは1912年11月に、ジョン・エドワード・マッデンによって買い取られ、マッデンの持つハンバーグプレイスファームへと移動した。ラニーメイドファーム時代は、毎年平均で28頭の種付けを行っていたが、規模の大きなハンバーグプレイスでは、種付け等数が激増し、遺跡翌年だけでも90頭の種付けをこなし、52頭の3区を出している。 この52頭のうち36頭が勝ち上がり、うち11頭がステークス競争勝ち馬となっている。スターシュートが生涯で送り出したステークス競争勝ち馬61頭のうち34頭がマッデンの下で生産されたものであった。後継の種ボバも多数出ており、33頭が種ボバとして登録されていたという。しかし、 それらの後継種ボバは総じて成功せず、その不景は、すでに主要競争の世界からは途絶えてしまった。特に競争場として派手な活躍した産区が、種ボバとして成功しなかったことが大きい。最も活躍したサーバートンは、ケンタッキー・オークス優勝バイスタン・ストッキングスがいる。程度で、一応ながら後継種ボバもいるものの、今日においてはそれらの活躍は見られない。 グレーラグに至っては、種付け能力が非常に弱く、わずか19頭のンクを出しただけでそれ以降種付けができなくなった上に、再び競争馬として復帰させられている。オーダシアスもステークス競争家チューマは少なく、いずれも目立ったンクはいない。その一方で、2歳児で引退に追い込まれたアンクルは、例外的に成功を収めた。 三区の中でも特に、ケンタッキーダービーなどに優勝したオールドローズバードが有名で、同馬は後にアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。この他、ブルーグラスステークスカチ馬、ステップアロング、カリフォルニアダービー優勝馬ビクトワヤなどを出した。もっともこの不景も長く続かず、後世に残ることはなかった。またアンクルは、母の父としても優れていた。 最も顕著なものが1916年生まれのアンクルズラッシーで、同馬はクレーミングステークス競争に優勝した程度の戦績であったが、繁殖入り後、ケンタッキーダービー馬クライドバンデュース戦を含む5頭のステークス競争勝ち馬を出した名品となった。さらにそのメス系は拡大し、スワップスやアイアンリージなどを排出するアメリカンナンバー A4 の一大勢力を 築き上げている。一方のスターシュートも、また母フとして、少なからぬ、影響力を持っていた。1924年から1926年、及び1928年と1929年の5年度において、スターシュートは、アメリカリーディングブルードメアサヤーの座を獲得している。母として優れた産区は、総じて競争場としては大成しなかったものばかりで、あった。 1916年生まれのヒンバスターファンシーは未出走のまま引退したヒンバでそのまま繁殖に上がったそのスターファンシーとマンノーの間に設けられた1923年生まれのオーマがクルセーダーで後にベルモントステークスを優勝さらにサバーバンハンデキャップ連覇などの輝かしい戦績を残し後年アメリカ競馬殿堂入りを果たすなど スターシュートの母フ実績の中でも最良のものとなった。1910年生まれのクリスマススターは、エディ・エムの全姉に当たるが、競争成績は全く残さなかった馬であった。しかし繁殖入り後は、トラバーズ・ステークス・カチューマ・マーズなどを出し、同馬を所有したウォルター・エム・ジェ・フォーズの牧場を支える、基礎繁殖品馬となった。1907年生まれの品馬リーボニアは、 競争馬時代にグレートイースタンハンデキャップとウィローハンデキャップに勝った馬であった。そのメス系はしばしばクラシック馬が出ている名門メス系でリボニアもその例に漏れずに1915年のベルモントステークス優勝馬ザフィンを生んでいる。ザフィンは他にもウィザーズステークスなどに優勝し、またシュボバとしてもゼブなどのクラシックホースに恵まれ、 1923年のアメリカリーディングサイヤーになっている。1904年生まれのヒンバマインドフルは、後のクレーボンファーム総イアンサーハンコックに購入され、1918年にケアフルという名のヒンバを生んだ。ド馬は二歳戦でその能力を発揮し、三歳時もピムリコオクスなどヒンバ路線の競争を総なめにした。 後年に1920年の最優秀二歳品馬として選定され、ハンコックの生産した初の受賞品馬となった。ハンコックはこのスターシュート3区品馬トラックの組み合わせを他にも試しており、1917年に生まれたボバ、ブレーゼズもそのうちの一頭であった。スターシュート3区の中でも3区の勝ち上がりの面で特に優れていた繁殖品馬として、 1918年生のデイライトセービングの名が上がる。同馬は10頭の3区を生み、そのうち8頭が勝ち上がりを決め、さらに4頭がステークス競争勝ち馬となった。出世頭は1929年生のボバガストでアメリカンダービーやジョッキークラブゴールドカップなどで優勝。1932年には同年の獲得賞金王に輝いた。この他では、 ホープフルステークスやメトロポリタンハンデキャップなどに勝ったジャックハイサバーバンハンデキャップカチウマのロックミンスタートラバーズステークスで大番狂わせを演じたジムダンディなどがいる22歳になった1919 19年の11月19日正午を少し過ぎた頃にスターシュートは倒れそのまま起き上がることはなかったシーンは肺炎であったその以外は 歴ントン郊外のウィンチェスター通りに面したハンバーグプレイスファームの持つ小さな墓地に葬られている。当時はグループ製未導入母アストロロジーはイギリスで生産された競争場でハーミットの所有者でもあったヘンリー・チャップリューの所有場であった。競争場としては2歳児に5000して未勝利に終わった馬でモリニューステークスというステークス競争で3着に入った。 ことが戦績と呼べる唯一のものであった。あとに、ローダーに450ギニーで購入され、エアーフィールドロッジスタットで繁殖品馬となった。1910年に亡くなるまでに14頭の3区を生み、スターシュートを含めて、ステークス競争価値馬を2頭出している。また、同馬から伸びたメス系から、フランスクラシック馬などが出ている。主な子孫に、 ジョッケクルブ賞優勝馬のプランシュバリエ、プールデッセでプーランを優勝したアステラスなどがいる。実際には、そのようなことはなく、9号族からは、ナスルーラやブルリーといった歴史的種母馬も出ている。またスターシュートの母アストロロジーのメス系からも、フランスリーディングサイアーを獲得したアステラスなどが、出ている。しかし当時はこの偏見に苦しめられた馬も多く、 そのうちの一頭にはシリーンも含まれていた。スターシュートの輸出は、このシリーンの輸出に次ぐ失敗として、後にイギリスの生産者を大いに嘆かせた。ただし、二頭立ての競争である。ありがとうございます。